私たちを生かしてくれている土地にどういうふうにしたら寄り添えるのかっていう声を出さない者たちの声を聞いていた。翔平さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今回翔平さんに聞いていきたいのがですね、はい、この翔平さんの YouTube チャンネルでめちゃめちゃ人気のシリーズとして、はい、日本人の凄さみたいな話がめちゃめちゃ多いと思うんですけど、今回改めてそこをですね、話を聞いていきたいと思います。そうですね。これはね、海外が良くなくて日本がいいって言ってるわけじゃなくて、確かに、まあ、それぞれの国に役割があると思うんですね。そうなんだね。そう。日本人はこの役割、アメリカだったらこうとか、フィリピンはこうとか。そう。村長がまあ言ってたのは、人類っていうのはアフリカで発祥して生まれて、酸いも甘いも、嬉しいとか楽しいとか悲しいとか、まあ幸せとかいろんな感情を経験しながら、極東の日本を目指したっていうんですよ。そうなんだ。アフリカで生まれて。っていうのも、人だけじゃなくて、すべての生き物がひまわりが東を向いて咲くように、生き物とか植物も日が昇るところを目指すんです。そうなんだ。生き物の本能みたいなところがあるから、そうそう、その一番行き着く先が日本列島だったって言ってたんですよ。そうなんだ。で、そうなのかって思って、だからその一番いろんな感情を経験してきた人たち、なるほど、そうか、渡ってる時に怒りや悲しみやいろいろ経験して最終的にたどり着いたのが日本だから、そう、いろんなことを経験してきた人たちっていうふうに言ってるんで、日本人はいろんな感情をもうすでに経験してきて、なので言うなら長老みたいなところがあるね。あるし、自然の声が聞こえる人たちって言って、日本人って自然の声が聞こえる。だからその僕もね、アフリカのタンザニアの200位のブンジュっていう前に住んでましたけども、例えば雨がザーって降ると、日本の人にはザーって聞こえるじゃないですか。でもこれは普通じゃなくて、ブンジュ本当に大自然の中にみんな住んでるけれども、僕がザーって聞こえるなって言ったら、何その音、これ11歳よ、ブラウニー君って男の子が言ってきたんですけど、トタン屋根が雨に当たってる音しか聞こえないって言うんですよ。だからバチバチとかどん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 、で僕がなんか雨が弱まってきたら、しとしと降ってるなってね、日本人は言うよね、言うね。でそれ言ってたら、しとしと、いや音は変わってないでしょって、感覚が空いただけでバツン、バンバンバン、音変わってないでしょ。日本の皆さんは感覚の音っていうのを持ってるのかいって、感覚の音が聞こえるのかいっていう。本当だね。それすごくないって言われて、ブラウニーが、いやこれ今止んでるけど、今これ雨上がったけど、これ今なんて言って聞こえてんのって言ったら、ポツポツやな、どこも音鳴ってないでしょ、だって屋根の、そう、屋根から雨粒が地面に落ちていってる、でこれポツポツって言ってて、いや聞こえへん、わからんって言うんですよ。感覚とかの音っていうのを聞いてるんだねって。だからやっぱり村長が言っていた本能のもとに、なんか自然と対応しながら東を目指した人たちだから、なるほど、だから感覚というか自然音というか、そこを聞き取る力っていうのが発達したんだねってことを言っていて、ブラウニー君すごいね、その考察が、いやすごいいいんですよ、ブラウニー、ブラウニー君すごいね、ブラウニーマジですごい、そうなのかっていうことで、別にね、海外と比較するあれはないですけど、もしかしたら日本人の役割として、今ね、自然破壊とかいろんな、日本でもダム問題とかいろんなことがあると思うんですけど、そういう本来は、まあ、自然の声を聞いて私たちを生かしてくれている土地にどういうふうにしたら寄り添えるのかっていう声を出さない者たちの声を聞いていた人たちなんじゃないかなっていう。だからものすごい余裕があったと思いますよ。そうだね。だからその今って日本でもそうですけど、目に見えるもの、聞こえるもの、現実としてはっきり分かりやすいものにやっぱ結構目を向けてしまう。それ当たり前だと思うんですけど。土地ばっかり多いね。だからそういうところとかものすごい余裕があったんでしょうね。そうだね。時間の余裕もあるし、心のゆとりもあるし。面白かったのがブラウニーが、そしたら証言、何も聞こえない時ってなんて言うのって聞いてきた。じゃあ僕は、これシーンって言うんだよって言ったら、それは分かるって言ったの。これは分かるんだ。それは分かるんやとびっくりして、シーンっていうのは分かるんや、不思議やな、シーンは共通なんだ。あ、そうなんだ。ちょっと自然の音な感じはしないよね。日本人ってそうやって自然と会話ができて、自然をどう表現するかっていうにすごく長けた生き物。その日本人ってさ、なんでそんな風に自然長ける能力が身につけられたと思う？
それは、うん、村長が言ってたのは、まあ、日本列島に住んでいた皆さんの地の中に流れる一番深く刻み込まれている記憶って何やと思うって言われまして、うん、何なんですかって聞いたら、それは愛され続けてきた記憶だよって言われたよね。これどういうことなの？これは海外が良くなくて日本がいいって言ってるわけではなくて、事実として1万5000年もの間、生きとし生ける全ての自然たち、存在たち、人も含めてを愛し続けていたから、生きとし生ける全ての存在たちから愛され続けていた人たち、それがあなたたち日本人なんだよ。だからね、日本の皆さんの血の中に流れる DNA の中に流れる深い、まあ、記憶っていうのはものすごい優しい記憶なんだよってことを言われたんですね。なので、もしかすると、まあ、大自然、大災害が起きても、大地震が起きても、例えばコンビニの前で列を譲りながらみんなで待っていたり、うん、それをね、海外のニュースで取り上げられると、いや不思議すぎると、誰も割り込まない、うん、そうだね、不思議な人たちって言われますけど、うん、もしかしたら私たちは愛され続けてきた期間が長すぎたのかもしれないですね、うん、だから村長が言われたのは、うん、これはお人よしだとか、うん、そういう言葉では言い表せれなくて、うん、おそらく日本列島に住んでた人たちは愛され続けてきた期間が長すぎたんだよ。1万5000年もの間、争いが、まあ、少しはあったかもしれないですけど、うん、小競り合いが、大きな外傷とかね、亡くなった人にあまり見られなかったっていうのは、うん、はい、そういうとこあるんじゃないかなっていう。めちゃくちゃ素晴らしい記憶だなと思う。いや、すごいです、うん、愛され続けた記憶、はいはい、なんかでも今その日本人のめちゃくちゃ大切な要素、愛されてた記憶、愛すること、全てのものを愛するっていう感覚が今ちょっとずつなくなってきてて、うん、で証言さんとかの存在によってちょっとずつまた思い出し始めてると思うんですよね。これ亡くなった時にどんなこと起こる、何が起きるんでしょうかね、うん、やっぱり物質的豊かさしか見れない時代が来ても一気に滅びると思うんですけど。そうだね、うん、なので私たちは生かされてるし、うん、そもそもおそらく日本人の感覚で言うと、例えば道をね、私たち歩いてるじゃないですか、うん、普通に、うん、でも多分昔の人の考え方で言うと、この地球に支えられてるっていう感覚やったと思うんです。そうなんだ、うん、地球を歩いてるんじゃなくて地球に支えられている、うん、そしてね、最近すごいなと思ったことがあって、お、教えて教えて教えて。昔日本には日本時計っていうのがあったんです。何それ？ネウシタツミのとこ、12時があって、うんうん、針は動かなくて、針を自分とした時間がやってくるのよ。うわ、そうなんだ。元々日本時計っていうのは、うん、未来から今の自分に、うん、未来から時間がやってくるっていう考え方。そうなんだ、すごいね。今って自分が動くじゃないですか、うん、追われてる追われてる、うん、なかったって。あ、そうなんだ。そう、自分中心で、そうで、その未来から時間が、うん、自分にやってくるから、プレゼントだ。急がなかったし、時計を見てたらなんか慌ただしくなってきますね、うん、自分が動いてる時を見たら、今の現代の、うん、あれはその西洋の時計、うん、日本の時逆やった。自分は動かない、未来から時間がやってくる。すごいね、びっくりして。なんかそういう豊かさがね、あった日本だったんだなと思うよね、うん、すごい。え、どっかで日本時計見てみたいね。なんか僕たちはせかせかしすぎてるよね今。いや、本当にそうやと思います。しょげんさんさ、これから日本でどうなっていくと思う？気づけれると思いますよ。で、うん、それは、まあ、村長が言ってたのが、うん、これは文殊村に伝わる予言というか、うん、僕は初めて聞いたのは10年前、2014年の、うん、あ、11月かに聞いたんですけど、2025年の7月の5日に日本は新しく生まれ変わると。あ、そうなんだ。どうなるんですかって、ちょっと怖いんですけどって言ったら、いや、何か起きるとかそんなことではなくて、愛され続けてきた記憶っていうのが一気に蘇ってくる日、うん、あ、本当に、うん、でそれが2025年の7月の5日だっていうふうに言ったんですよ、うん、めちゃくちゃ楽しみだね。これをなんか出すときは、うん、あなたが言うときは、要はそのいろんなところで不安を煽る人が出てきたときに、うん、これ話してあげてねっていうふうに言われたんですよ、うん、あ、今多いです。要は他の YouTube の方とかも、うん、全員じゃないですけどね、うん、そうそうそう、不安を煽ることでやっぱりね、お金が稼げたりとか、ね、再生回数が回ったり ね、いろんなあると思うので、うん、でもやっぱり集合意識っていうのが大切で、うん、みんなが明るい未来を見ていくっていうことが大切だよってことを言ってくれました、うん、そうなんだね。そうなんですよ。でもこうやって愛された記憶が思い出す、その日に、きっかけがやってくるっていうか、何か気づくとしたらめちゃめちゃすごく楽しみ。楽しみですよね、うん、来年の7月5日、もう1年切ったね。だからその、まあ、今をみんなが
味わいながら、村長が亡くなる前に言ってたのは、2023年に亡くなってるんですけど、2024年の1年間っていうのは、日本の皆さんがまず最初に先陣を切って、当たり前ですけど、でもできてないこと、で自分の肌をさすりながら、抱きしめながら、今までよく頑張って生きてきたねとか、大好きだよ、愛してるよって言葉を自分自身にかけてあげてほしい。そしたら、愛され続けてきた記憶っていうのが一気に蘇ってくるからね。その記憶を日本の皆さんが立ち上がらせて、そして海外の皆さんに愛するっていうことはどういうことなのか、そして愛されるっていうことはどういうことなのかっていうことを教えてあげてほしいっていうふうに言われたんですね。そうなんだ。日本人は愛を伝えるっていう役割。そう、お役割が。まず、じゃあみんながさ、自分自身の愛に気づかないといけないよね。気づかないといけない。うん。今自分のこと嫌いな人相当いると思うのね。ね、多いと思いますよ。うん、今この瞬間に自分の肌さすって愛してるって伝えてあげる。いうことが大切でね。自分のことを愛すると何が起きてくるかというと、自己愛が増すので、自分のために時間を使ってあげようっていう方向になるんですよね。で、これも先日沖縄に行った時に中学生が質問されました。とはいえ行ってもなんか心の余裕とかっていうのができないんですよね。中学校からこういう心の余裕ないのか。作れたらいいけれどもできないんですよ。そして僕はそれはもしかしたらすぐできないかも、作れないかもしれないけれども、うん、日常を味わったり、うん、息を吐く時の自分、そして息を吸う時の自分に喜びを感じてあげたり、うん、朝起きて顔を洗う時の、手で水をすくう時のこの手の丸みっていうのは、形っていうのは、なんて美しくて愛おしくて可愛らしいんだろうってことを言ってあげることで、ね、自己愛っていうのが芽生えてくるので、いや、自分のことが好きになってきたら、自分のために時間を作ってあげたいなって思うんですよね。なので、自分を大切にする時間っていうのが割合として増えてくるんですよ。だからなんかそういうことから大切なんじゃないのっていうふうに言ったら、彼女はあ、分かりましたっていうことを言ってたんですけどね、うん、確かにそうだと思う。自分の時間取ると罪悪感を感じてしまう人結構いるんじゃないかなと思うから、まずは自分の時間を取るっていうこと、自分を好きになる、自分を大切にする時間を取るっていうことを始めてほしいですね、ありがとうございます。ということで、ぜひチャンネル登録と高評価と、あとコメントですね、はい、皆様のコメントは正源さんも楽しみにしてるので、ぜひコメントを入れてください。ということで、正源さんはですね、今も日本のどこかでペイントをしたり、子供たちと一緒にペイントをしたりとか、自己肯定感を上げる活動をしてたりとかしますので、ぜひ皆様も身の回りにいる子供たちの自己肯定感上がる活動をですね、していただければと思います、はい、皆さんのね、本当に肩書きを外した時の自分の心の中の本当の喜びって何でした？幸せって何でしたか？小さい時、小学校の時、保育園の時、幼稚園の時、自分は何が嬉しくて、何にワクワクしていて、何に感動できていましたか？もう一回、大人も子供もみんなが自分の心の中の声に耳を傾ける必要があると僕は思っています。最高です、正源さん。ありがとうございます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 。翡翠さんと正源のコラボ本、今日誰のために生きるが25万部突破しました。文島の村長が教えてくれた生きる上での大切なこと、すべてが入ってます。皆さんぜひ読んでください。花と葉っぱと話そう、虫の気持ちを聞いて。